クリスチャニアはデンマークの首都コペンハーゲンにある850人の住人と34ヘクタールの土地を持つ地区である。自治を自称する。1971年に軍の所有地に建国されて以来たびたび論争の中心となってきた。この地区内では2004年まで大麻が合法であった。軍が去った後、この地区は数人の警備員によって見張られているのみで時に ホームレスらが不法侵入しているような状態だった。1971年9月4日、クリスチャニアの近所の人々が使われていない土地を子供たちの遊び場にするためにフェンスを壊し、9月26日にジャーナリストのヤコブル・ドビクセンによってクリスチャニアは人々へ解放された。クリスチャニアはヒッピー、不法居住者の楽園となり、衆参主義、アナキズムの場所として、 以前の軍施設の時とはまるで対照的な様子で急速に発展した。クリスチャーニアの国旗は赤色のベースに黄色の円が3つ描かれている。この円はクリスチャーニアという綴りの中に3回出てくる愛を象徴している。はじめに不法移住者がやってきた時、赤と黄色のペンキを大量に見つけたらしいという話からこの2色が選ばれた。 クリスチャニアのメインエントランスクリスチャニアは毎年50万人が訪れるコッペンハーゲンで4番目に大きな観光地である。クリスチャニアにはたくさんの入り口を抜けていくことができるが歩行者天国になっており車では乗り入れられない。デンマークの権威者は非常時に消防車や救急車が通れるように再三にわたってメインエントランスを塞ぐ。 大きな石を撤去してきたが、毎回、居住者らによって、それらは元の位置に戻されてしまう。1994年以来、居住者らは、水道、電気、ゴミ処理などの料金や税金を払っている。大麻の屋台が立ち退いた後のプッシャーストリート、写真撮影禁止のマークが残っている。クリスチャニアの人々は、デンマーク政府が関わっていない彼ら独自のルールを持っており、 そのルールによって、窃盗、暴力行為、銃、刃物、防弾直旗、強い麻薬が禁止されている。この地区の中に、プッシャーストリートとして知られている有名な通りがあるが、そこでは、2004年までは、ハッシュやスカンクなどの大麻が、常設屋台で公然と売られていた。なお、現在では、コカイン、アンフェタミン、エクスタシー、 ヘロイン等の強い麻薬は規則によって禁止されている。ただし、この規則が全員の了承を得られていないため、それらの商売が完全になくなったわけではない。クリスチャーニア、デンマーク。フラックス・オブ・ザ・ワールド。2012年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月8日閲覧。ヨーロッパ、西部クリスチャーニア。 リック・スティーブズ、2014年1月8日閲覧。エン・ラストン・プラットフォーム・オジー・クル・フォーメイ・ハスマネ、デイ・エール、エン・ステイター・ディッセニ、アイ・ロピス・カ・ランディー・ンエクシスター・イ・ジェン・テリグ・イケ。ありがとうございます。